さあやってまいりました。1月19日金曜日、昼の3時を回りました。ちょっと今日は風が少し強いですね。僕の声がちゃんと聞こえるでしょうか。天気はご覧の通り、これもうすごい真っ青なんですよ。今日はめっちゃ天気がいいです。ただし少しだけ風が強いわけですから、まあなんだろう、これ風の音が一瞬強くなったりするかもしれないんで、そこら辺は、ご了承ください。今回は DJI Action 4という小型のカメラを使って今動画を撮っています。めっちゃ楽やなこれ。毎度のことながらこうやって歩き撮影をするときは、まあ、スマートフォンでもいいけれど、まあ、個人的には僕このカメラが一番好きですね。最近は街中で撮るよりもこういった路地裏を歩く方がすごくやりやすいんですよね。うわ、めっちゃ天気いいやんこれ。うひょー。でたまにこの辺りはですね、野良猫が2匹いるんですよ。前来た時は確か黒猫がいたんだけれど、ちょっと今日は見かけないですね。まあ、その日の運次第と言いますか、まあ猫は、その時の気分で場所を変えたりするわけですので、まあ自由気ままじゃないですか。それが猫ってもんですよ。野良猫はものすごい自由なんで、まあそんな感じですね。いやー、やっぱ寒いな。ちょっと今日最高気温確か6度か7度ぐらいかな。でもやっぱり風が少し強いんで、ちょっと、やっぱ冷たいというか肌寒いんですけれど、この手袋とこのニットキャップが必須ですね。あ、そうそう、これ見えるでしょうか。今回新しくニットキャップを買いました。ユニクロのヒートテック素材の入った、暖かいニットキャップなんですけれど、これ、1500円で売っていたのが、これ990円で、売ってたんで、少し値段が下がっていたんで、買っちゃいました。めっちゃ暖かいです。まあ、正月ならではの、あれ、初売りセールかな。多分、その時期で、少し値段が下がったのかもしれないけれど、まあ、いいタイミングでした。もうこれ買っちゃいましたね。これめっちゃあったかいです。ここスルベリ台があると。いやー、こういう、この公園というか、こういった場所にはあまり来ることがないんで、なんかちょっと新鮮ですね。ああ、どうせだったらこういうスベリ台、この日の光に当たってるところ、これをミラーレス一眼で撮ったら、映えるんじゃないかなって。まあ、インスタ映えするかどうかは、ちょっとわからないけれど、まあそれはさておき。とりあえず、この道を、歩いて、で、その後、左曲がって、で、そっから、なんだろう、ほとんど歩いていきたいと思います。まあ、Vlog という名の動画日記ですので、もっと、自分らしく、もっと気軽に撮り続けていきたいですね。最近はちょっと更新が滞っていたんで、継続する上で、もっと自分なりにやりやすく続けていけるようにしていきたいなというふうに、今そんなふうに思っています。ごめんなさいね、ちょっとなんか話がまとまっていないというか、ちょっと聞きづらいところはあるかもしれないけれど、まあそこら辺は、はい、どうか、寛大な目で、見ていただければ幸いです。しかし今日めっちゃ天気いいですね。すげえ真っ青や。いや、天気がいい日はもう積極的に歩いてこの日の光を浴びたいですね。やはり冬の時期は日照時間が、ちょっと短いといえば短いんで、まあ、それでは日本はまだいい方ですよ。これ、ヨーロッパとかカナダだと日照時間が本当に短いって言うじゃないですか。だって、朝の7時か8時頃に、太陽が昇り始めて、で、昼の3時頃にはもう一気に暗くなってしまうような、まあ、そういう場所だってあるわけだから、フィンランドとか、ドイツ、ポーランドとか、北部の国々に関しては、日照時間が短いと、
こうメンタルバランスが崩れてしまいますよね。とりあえずこの橋をまっすぐ渡ります。ここいいなこの時間帯になってもさ、周り誰もいないんで、ここだったらなんか動画撮りやすいかもしれないですね。で、家の中で撮影するよりもこういう外の景色を交えて撮影する方が好きなんですよね。このなんだろう、この空気というかこの風の音といいますか、雑草とか木の枝が揺れ動く音と、あのさっき聞こえたようにこの野鳥のさえずりとか、こういったものを交えたくてね。とりあえずここにカメラを置いて、そろそろ終わりにしようかなと思います。よいしょ。多分こんな感じで、あ、これは言えばこれこのなんか石のこのブロックがあるおかげで簡単にカメラを設置することができるんで、めっちゃ楽っすね。ちょっとあのバイクの音がちょっとうるさいんで、もう少し待ってください。めっちゃ音が響きますね。というわけで、まあその動画の再生時間が多分、今のところ10分か15分ぐらい経ってるんじゃないかな。まあ多分編集する段階でもう少し、短くするとは思うけれど、なんかその編集の手間と、なんか皆さん久しぶりにあのカメラに向かって、話すわけですので、あ、ちょっと語彙力というかこういう時、どんな風に話したらいいかちょっと、なんかわかんないんですよね。だいぶ感覚がなまっているようなそんな気分なんですけれど、まあ、基本的にね、僕の動画、その僕のチャンネル自体かなり緩やかな雰囲気の漂うような、もうそういう動画しか撮ってないんで、まあそこら辺は、あまり期待せず、なんか流し聞きというか、まあラジオ感覚で見ていただけると幸いです。はい、まあ僕の言うことだってあくまでもその僕自身のその見解に基づいて、ただ、自分自身がダイレクトに感じたこと、ありのまま思ったことをそのまんま話しているわけですので、まあなんていうんですかね、話半分で、見ていただけるとありがたいです。はい。いやー、ここいいな。街中で撮るよりも、こういう場所の方がすごく撮影がしやすいですね。いやー、なんか空気が澄んでるというか、あ、ここいいな。次回からここで動画を撮影しようかな。まあ、普段こういう場所に来ることがあんまりないんですけれど、あ、これはいいですね。ちょうどこのカメラから映るこの後ろのこの背景とか、この景色が、なんか、あ、いい感じに映ってて、あ、いいですね、これ。バッチリ。こうやってカメラに向かって、話をしている時間ってあっという間ですよね。ただ、じーっと過ごしている時だったり、あとは前のその会社員時代のあのストレスフルな職場で働いていた時は、すごい、なんだろうな、こう時間が経つのすごい遅く感じてはいたんだけれど、今この瞬間はすごく早く感じますね。こりゃええわ。あ、次回撮る動画に関しても、まあ、いつ、撮ることになるかちょっとわかんないですね。ちょっと僕自身も今の状況があんまりよろしくないというか、まあちょっといろいろあってね、なんかプライバシーに関することですので、何があったのかについてはなんかあんまり話したい気分じゃないんで、ちょっとそこら辺はあの省略しますと伏せておきたいというか、なんかそんな感じ。2024年、一体自分にとってね、一体どんな1年になるのかはちょっとわからないけれど、まあとりあえず去年と一昨年、同様に、健やかに、そして楽しく生きていけたらいいなーっていうふうに考えていますね。何よりも、怪我や病気なく、その、健康体で、五体満足でいることが、一番最優先ですね。なんかそんな感じのことを思いながら、こうやってただ適当に話しているわけなんですけれども、はい、いつも、僕の動画を見てくださっている、視聴者の皆さん、誠にありがとうございます。とりあえず、まあ、僕のチャンネル自体、なんだろうな、別にそんな明確なジャンルっていうものは決めてないんですけれど、ただ今自分の中で考えているのは、その、カメラに関すること。まあ僕はカメラが好きなんで、その写真と動画について、話すのと、あとはまあそのカメラ機材についても以前、そういう動画を、
アップしたことがあったんで、まあこれから先も、なんだろうな、一度買ったカメラについて、何らかの形でちょっと話してみようかなというふうに思いますね。まあ機材紹介というか、そう使い続けて、半年、一年、もしくは二年以上経った感想について話すとか、なんかそういう感じの動画も撮っていこうかなというふうに考えてます。で、二つ目が、旅ですね。まあ僕は一人旅が好きなんで、そう国内、もしくはその海外旅ともに、その自分の目線で見たあらゆる場所のその美しい景色とか、そういうものを撮り続けていきたいというふうに考えています。なんといっても、やっぱ人との出会いが一番楽しいですね。まあ国内旅行もそうだし、あとは今までのその海外旅においても、何が一番楽しかったかって言ったら、やっぱ人との交流ですね。これが一番大きい。で、そして三つ目が、まあ、その、海外旅を通じて、学んだこと、そういうなんか人生観に関することについて、扱うとか、まあ、なんだろうな、考え方やライフスタイルについて扱うような、なんかそういう動画を撮り続けて、いこうかなというふうに思います。うん。まあ、これについては今までにも散々話してきたかと思うんですけれど、僕自身普段そんなに大して買い物はしないですし、本当に最小限のそのお金と最小限のものだけで生きていきたいと言いますか、まあ、俗に言うそのミニマリストみたいな感じで生活しているんで、とりあえず、まとめると、そのカメラ、旅、ライフスタイル、そしてそのなんかミニマリズム的なこと、この4つのトピックを交えてこれから先も動画を撮り続けていこうかなというふうに思います。うん、まあ現時点ではそんな感じですね。まあ人というのはね、飽きる生き物ですので、まあ今こうして話したものの、まあもしかしたらどこかのタイミングで方向性が変わるかもしれないし、うん、そんなもんじゃないですか。ビジネスにおいてもやっぱりその時代の流れとかその流行であったり、なんか求められているものが変われば、多分その展開するビジネスとか扱う商品とかそういうものについてもだんだん変わっていくわけですので、まあこの YouTube においてもまあ例外ではないので、まあその時の気分とその時の状況に合わせて自分なりによし、この動画を撮ろうとか、今回はこの内容について話をしてみようかなとか、まあそういう感じで自分なりにいいなと思ったものをこうシェアしていって行きたいなというふうに考えています。はい。まあ、そんな感じですね。というわけで、そろそろ時間ですし、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンと、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。